ん、僕は頻尿ですさんからいただきました。絶望した。怖いもの見たさで松木さんの水着姿の映像を見てしまい絶望した。意外と普通で特に何も感じませんでした。感じませんでした。松木さん、また松木さんの話題なんですけれども、これは一体どういうことなんでしょうか。水着の映像が存在するんですか、このように。さっきの流れからだとなんかこう回しの映像はなんか想像するんですけど、回しだったら ほぼ全裸になっちゃう。そうですね、にもかかわらず全くエロさを感じないとか、なんかそういう雰囲気を醸し出せるんだったとしたら松木さんすげえなと思ったんですけど、そういうことではないんですよね。エロかったですね。でも私の水着姿はエロかった。エロかった。ったエロかったんだ。なんかあの残念ながらあの、うん、特に何も感じなかったっていうことなんですけれども、いやでも事情がありまして。どういった事情が。え、あ、すいませんありまして、有無を言わさず来週水着って言われて、その時にそんな浸透する悲しい話じゃない大丈夫ですよ、私元気です。あのなんだっけ、それで言われて1万円渡されて衣装代で、はあ、これで水着を、これは水着代、水着代買ってきてよろしくじゃんみたいなこと。そう、そうです、あの制作会社さんから出、はあ、た衣装代だからって言われて、はあ、1万円の水着って探して。でもやっぱ当時から、当時どれぐらい前の話ですか。5年前なんですけど5年前5年前なんですけど、一桁、え、一桁ん、もう二桁かな二桁年前、年前なんですけど、はい、で渡されて、でもその頃まだ恥じらいが、まだ恥じらいがあったから、今はもうケーキも気になるし水着もフォローもしたいし、もうちゃんとフォローしておいた方がいいと思いますよ。じゃないとこの番組的に松木さん残念ながら地上というイメージしか全くないんですから。地上じゃない、違うよ。でも恥じらいがあったから、いやもう本当にやだどうしようと思って、お洋服みたいな水着をね、はあはあはあ、スカートみたいなのがついてるやつ、スカートともうギリギリキャミソールみたいなのしたら、で恥じらいがあるくせに胸は大きく見せたい一心で、すっごい大きいパッド入れたんですよ。あ、なるほどね。でも逆にパッドって中が詰まってないと水が入るみたいで、プールから出るたびにジャバーンジャバーンすごい、もうこんなことなら普通に水着着とけばよかったと思って。そんな神谷さん、神谷さんこっち見て、神谷さん、もう俺松木さんの顔が見れないよ